使っていきます。これちょっと手に出してみていいですか。結構ね、手に出してこうやって手に伸ばすと最初ベタってなるんですけど、時間経つとサラサラになるんですけど、最初はあれですよ、ヌーってします。でこれを髪の毛にヘナジェルをつけていきますね。ラベンダーの、北海道のラベンダーの香りが。でこれを手に取って、髪の毛につけたら、普段はもうそれで終了とかでも全然 OK ですね。これはちょっとパリッとなってくれるので、自然乾燥でも全然いけます。なんでこのまま寝てもいいぐらいなので、お風呂上がりでも使えるし、トリートメントしながらスタイリングができてしまうという。で結構パリッとするんで、ちょっとやってみますね。どれぐらいパリッとするかっていう、かなりリッチ感も出るんで、相当使えると思います。で濡れた髪につけたら、ちょっと溶かしていただいた方が全体に行き渡るんで、いいかなと思います。普段はもう、そうですね、夏とかはもう全然このまま乾かさなくて大丈夫です。自然乾燥してくるので、今日はここで乾かしていくんですけど、ここでまたちょっとアイテムがあって、これ朝倉の、以前も紹介してるんですけど、朝倉のですね、エアレスドライヤーっていうやつを、伸び用なんですけど、カチャッとつけて、ここでやるとすごく早く乾きます。やってみましょう。これすごい、めっちゃ出ましたね。これですごいな。そう、これ入れるとこのぐらいボリューム出るんですよ。で、ノビー、まあノビー専用ではあるんですけどね、あ、ちょっとつけれるんで、まあぜひノビーある方は。で、このぐらいボリューム出たんで、ここから撮影、まあもうね、固定巻いたりとかしないで、もうこのまま自然で撮影します。もう自然体がいいので、このままやっちゃうんで、固定一切巻きません。このままやります。以上。